タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦の艦級。スプルーアンス級駆逐艦をもとに、イージスシステムを搭載するよう設計を修正した、初の実用イージス艦として1978年度より、建造が開始され、 1983年から1994年までに同系艦27隻が収益した。アメリカ海軍の巡洋艦としては、クリーブランド休憩巡洋艦と並び最多、建造数を誇っているほか、1999年にカリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦が退役したため、アメリカ海軍が保有する唯一の巡洋艦となっている。もと,もとイージスシステムは、 次期原子力ミサイル駆逐艦 DXGN の後期立て増艦に搭載される予定であった。1970年に海軍作戦部長に就任したズムールト大将は、これを修正し、より小さく簡素なガスタービン式の駆逐艦 DG、イージスに搭載することとしたが、1974年に海軍作戦部長がホロウェイ大将に交代すると、 再び原子力艦への搭載へと修正された。この頃には DXGN 計画から発展したバージニア級 DLGN-38 級がすでに建造に入っていたが、同級にそのままイージスシステムを搭載することは困難であった。このことからイージス搭載に適合化した原子力ミサイル駆逐艦として DGN 計画が着手され、 1974年1月の時点では満載1万708トンとなる予定であった。しかし、同年7月、ホロウェイ大将はこの計画は消極的すぎるとして中止させ、代わって原子力打撃巡洋艦 CSGN 計画を推進した。概念設計は1975年5月に完了し、満載1万2700トンの強力な戦闘艦とされたが、 当然のように、高コストの艦でもあった。このことから、ズムールと大将が検討させていたような、ガスタービン式ミサイル駆逐艦の案が復活することになり、CSGN8 隻と在来動力型ミサイル駆逐艦、DDG16 隻による、ハイローミックスが予定された。この在来動力型ミサイル駆逐艦は、スプルーアンス級の派生型として予定されており、 これが本級の源流となった。DDG は1977年度計画から、CSGN は1978年度計画からの建造が予定されていたが、議会はこれらの計画を差し止め、代わりにロングビーチを CSGN のプロトタイプとして改装するよう予算を振り替えた。しかし1977年1月17日、フォード政権は改修を中止させ、続く、 カーター政権は CSGN 計画の見直しを指示した。代わってバージニア級を発展させた CGN-42 の設計が着手されたものの当初模石が予定されていた建造数は1978年3月には1983年度計画の一石のみに削減され、1981年2月にはその建造も中止された。 1970年代初頭、ズムールと海軍作戦部長が検討させていた DG ・イージス計画では5000トン級のカガーグ推進艦を軸に検討が進められていた。一方、スプルーアンス級はもともとミサイル駆逐艦としての設計変更を前提として設計されていたこともあって、同級の設計、建造に当たっていたリットン・インガルス造船所では、 同級をもとにイージスシステムを搭載する案を独自に作成し、1974年に海軍に提案した。海軍は、この案は差し当たり採用しないことにしたものの、外部のコンサルティング会社であるジャジマ社に打ちを依頼した。ジャジマ社では、スプルーアンス級をもとに、イラン海軍が発注していた防空艦、後に、キット級として、アメリカ海軍に編入を土台として、 検討を進めた結果、大規模な解説系とマージンの見直しを必要とするもののイージスシステムの搭載は可能と結論した。これらの検討を踏まえて、上記の通り、1975年にはスプルーアンス級をもとにイージスシステムを搭載する案が正式に推進されることになり、海軍装備局、ナベシーによる検討を経て、1978年9月、 リットン・インガルス像選所が詳細計画と建造を受注した。これによって建造されたのが本級である。このような経緯から、当初はミサイル駆逐艦 DDG-47 級として計画されて、いたが期待される任務や性能を考慮して、一番艦の建造途中の1980年1月1日、ミサイル巡洋艦 CG-47 に、 種別変更された。蒸気の経緯より、基本設計は、スプルーアンス級のものが踏襲されており、二層の全通甲板を備えた、車両甲板型を基本として、後端部を切り替えた、朝鮮ロ朗型という線形も同じである。ただし、イージスシステムの搭載に伴う、排水量増加を吸収するため、隔壁甲板を第一甲板から零一甲板に変更し、 これに伴い艦内区画なども一部変更された。また、スパイ -1 多機能レーダーのアンテナを取り付けるため、上部構造物も大型化するとともに、アンテナの精度を保つために、所定の剛成を確保している。艦首にはブルワークが追加されたが、これは、スプルーアンス級の運用成績を加味したものと考えられている。また、スプルーアンス級が後に回収されたのと同様、 水曜部には、ケブラー走行が施されている。しかし1979年2月に提出された、受注後初回の重量重心計算書では、初期設計と比して、満載排水量は360トン増の9270トン、キール上重心高さ、KG は0.22フィート上昇して23.57フィートと、重量、重心面の問題が、顕在化した。 これを受けて、造船所は383トンに達する重量、削減策を策定したが、海軍はこのうち開発に時間がかかるものや、設計変更範囲が大きいものは採用せず、80年8月の時点では、上部構造内のアルミニウム製、ホールスデッキのハニカム材への変更や、通路式物の廃止、廃棄系の変更など47トンの削減となった。しかしその後も、 重量増加と重心上昇の傾向が続き、82年4月の予想では、KG は27.74フィートとなったことから、スケグに110トンの鉛バラストが入れられることになった。これらの施策により、引き渡し時の満載排水量は、約9500トンになる見込みとなったが、区画新水系産上の排水量限度が9700トンで、あり、 ダメージコントロール面の余裕が少なすぎることが問題になった。海軍装備局の検討により、後日装備予定の栄光ソナー、タスのための管理開口部がネックになっていることが判明したことから、タスの投げ用集時には非水密、栄光時には水密を保つ機構が開発され、これによって剣度は1200トンまで引き上げられた。また当初の計算では、今度は船体強度が、 排水量1200トンに耐えられないと見積もられていたが再計算の結果実際にはすでに十分な強度が確保されていることが判明したこれは重量分布が最初の計算よりも曲げモーメントを減らす方向で変わっていたことと片方の寸法規格についてスプルーアンス級ではフィート式であったのに対して本級よりメートル式に変更したことで寸法が大きくなって 断面係数が増えており、船体立て強度部材の強度が最初の計算よりも大きくなっていたためであった。1981年度計画の3.4番間では、01、甲板と船速外反について、従来の HTS 高張力鋼から、より強度が大きい HY-80 高張力鋼に変更して、板厚を減少、カンシュブルワークを HTS から、 アルミニウム合金にさら、四脚マストを三脚式に変更してその四脚を電路に転用するなど、より一層の重量低減策が講じられた。そして82年度計画の6番間以降では、ミサイル発射機を VLS に変更することになり、より一層の重量低減、重心効果策が必要となったことから、海軍とインガルス造船所は共同で、トッツ、 テイクオフタンズセネサブ類計画を発足させた。HY-80 高張力項の採用範囲、拡大、極部強度部材への高強度低抗均衡、ハスラの導入、主戦隊の再設計、管外自電設備の見直しによる、受電ケーブル、関連回路遮断機の削減などにより、満載排水量は9410トン、KG は23.21フィートとなった。 もしトッツ計画がなければ、それぞれ1100トン、バラスト250トンを含むと23.35フィートになっていたと見られている。主機は、スプルーアンス級で採用された、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン4機で、可変ピッチプロペラ、CPP2 軸を駆動するコガーグ方式が、踏襲された。一方、 イージスシステムの搭載に伴って電源は強化された。アリソン501ガスタービン発電機は4機に増備され、出力も 2000kW から 2500kW に強化された。また 400V、60Hz3 昇交流の管内配電系への変電を行うコンバーターも3機から4機に増設された。この増設予知は、もともとスプルーアンス級からミサイル駆逐艦としての 解説系に備え確保されていたものであった。上記の経緯より、本級の中核的な装備となるのが、イージス武器システム AWS である。搭載しているすべての戦闘システムは、AWS の戦術情報処理装置である、指揮決定システム C&DMK-1 及び武器管制システム WCSMK-1 に連接されている。AWS は、 継続的な改良を受けて多数のバージョンが生じており、これらは大まかにベースラインとして区別される。本級の心臓時には1.2番艦ではベースライン0、3から5番艦ではベースライン1、6から12番艦ではベースライン2、13から18番艦ではベースライン3、19から27番艦ではベースライン4が搭載された。 ベースライン0搭載艦のシステムはほどなくして、ベースライン1にアップデートされたほか、1996年より、ベースライン4搭載艦のシステムは、ベースライン5フェーズ E 仕様にアップデートされ、統合戦術情報伝達システム、JAFIZ による、リンク16の運用に対応した。そして2008年度より着手された、イージス近代化改修、アモドにより、 ベースライン2搭載艦のシステムはベースライン 8CR2 アッコブ08ベースライン3.4搭載艦のシステムはベースライン 9CR3 アッコブ12にアップデートされており共同光線能力セックにも対応したその中核となる多機能レーダーはアンスパイマイナス -1 で固定式4面のパッシブフェーズドアレーペサアンテナは 前後の上部構造物に2基ずつ、全部の構造物には、監視側と右辺に、後部の構造物には、監備側と左辺に設置されている。ベースライン0から2では、アン、スパイマイナス -1A、ベースライン3から4では、改良型のアン、スパイマイナス -1B が搭載されており、また1993年より、アン、スパイマイナス -1A にもソフトウェアの書き換えや、 アンテナ感度変更などの回収が施された。なお本級では、アン、スパイ -1 を保管する早期警戒レーダーとして、二次元式のアン、SPS-49 も搭載されたが、こちらはアモド回収の際に撤去されている。またアモド回収の際に、法の目標補足、射撃式レーダーとして搭載されていたアン、SP9-9A は、アン、 spq-9b に更新され、低空警戒性能を向上させている。艦対空ミサイルとしては、従来のスタンダードミサイル、sm-1 を発展させた、sm-2 を採用した。その発射機としては、当初は連想の MK-26GMLS を使用していた。これは先行するターター、D システム向けに開発されて、 バージニア級原子力ミサイル巡洋艦及びキット級ミサイル駆逐艦においてスタンダード SM-1MR を運用していたものと同系統であり本級の場合艦首備足いずれも44発を収容できる MK m k 2 6 m o d 1が設置されていたその後6番艦以降より新開発の VLS である MK m k 4 1 m o d 0が搭載されるようになった これは61セルの MK158 発射機2機を前後に搭載したもので垂直発射方式の採用により高端性、速応性、連射能力のいずれもが向上した。なお、MK41 にはスタンダード用のショートモジュールとトマホーク、巡航ミサイルの運用にも対応したロングモジュールがあり、当初は蒸気のように船体の重量、 重心が危惧されていたこともあって、一部は、ショートモジュールにすることも検討されたが、運用の柔軟性を考慮して、結局は全てロングモジュールとされた。その後、近接防空能力向上のため、アモの回収の際に S、S m 股間防空ミサイルの運用能力が付与された。またこの際、ファランクス20マシュダブリュス、MK15 もブロック1バイトに、アップデートされている。なお、 艦対空ミサイルの終末誘導を担当するのが MK-99 ミサイル射撃式装置で本級の場合、アン、s p g 6 2イルミネーターを前後に2機ずつの計4機搭載した。一部の艦にはイージス b m d システムを搭載し SM-3 弾道弾迎撃ミサイルの運用に対応する回収がなされている。2002年より まず、レイクエリーにおいて試験が開始された。また、シャイロー CG-67 はイージス BMD3.6 システムを搭載し、2006年6月の試験によってミサイル防衛能力を確認した後、横須賀海軍施設に配備された。その後、2013年までに CG-61、CG-70、CG-72、CG CG-73 が e ージ s BMD システムを搭載しており、さらに少なくとも5隻の回収が見込まれている。これらの e ージ s BMD 搭載回収の成果はアモドで統合され、2014年度から2016年度にかけてベースライン4搭載間では BMD5.0 の適用が予定されている。対戦戦装備は当初は基本的に スプルーアンス級の構成が踏襲されており、ソナーとしては、アン・ SQS-53A をバウドームに収容して、搭載、水中攻撃式装置は、MK-116MOT-4 であった。また、対戦兵器としては324立方ミリメートル連装魚雷発射管を装備したほか、MK-26GMLS から、アスロック対戦ミサイルを発射できた。 その後、1983年度計画の8番艦より、アン・ s q r 1 9タクタスの搭載が開始された。10番艦からは、アン・ s q 9 8 9 v 3統合対戦システムも搭載され、これに伴って、船体装備ソナーは、アン・ s q s 5 3 b に、水中攻撃式装置も MK-116MOT6 に更新された。 これは6から9番艦にもバックフィットされており、ベースライン2以降の全艦が、アン、S99-89 を装備するようになった。またアモド回収により、ベースライン2搭載艦では栄光ソナーを、アン、SQR-20 に更新。また、ベースライン3.4搭載艦では、統合対戦システムもアン、S99-89A、V15 に更新されつつある。 艦砲は、バージニア級以来の構成が踏襲され、監守尾に一機ずつの 127mm 単装砲、MK455 インチ砲を搭載し、MK86 砲射撃式装置の完成を受けた。本級の MK86 の活気完成レーダーは、目標捕捉用のアン、SPQ-9A のみで、アン、SPG-60 追尾レーダーを備えておらず、 対空射撃には対応していなかったが、1990年度の回収によって対応した。またアモド回収の際に、アン、SP9-9A は、低空警戒性能を向上させたアン、SP9-9B に、艦砲は62口径 127mm 砲に、GFCS も MK160MOD11 に、換装され、MK 3 4 m o ド4 g w s を構成するようになった。対艦兵器としては、艦の中部に、ハープーン艦対艦ミサイルの4連装発射等2機を装備した。ただし多くの艦では、平時の搭載数は4発のみとなっている。また、上記の通り、6番艦より MK m k 4 1 m o ド0 v l s が搭載されたことから、トマホーク巡航ミサイルによる、 対地火力当社にも対応し、トマホーク武器システムの武器管制システム、アン、s w g 3 t w c s も搭載された。電子戦システムとしては、電子戦支援、電子攻撃療養のアン、s l q 3 2 v 3電波探知妨害装置を搭載した。ただしアモド回収では、RA バーク級ミサイル駆逐艦,艦では、 新型のスープ電波探知妨害予計の感想が盛り込まれているのに対し、本級では対象外となっている。九百九十九年には CG-58.59 五十及び六十三で m k 百三十七を用いて、なるかアクティブで声を発射する能力が付与された。その後、アモド回収によって、専用の m k 五十三モッド5発射機が、 追加搭載されている。艦載機としては、当初のベースライン例では、航空偽装がトップヘビーにつながることを危惧して、比較的簡素、軽量な装備で運用できる SH-2 ヘリコプターを用いたランプス MKI が用いられていた。その後、ベースライン1以降では、より大型で強力な SH-60B ヘリコプターを用いたランプス。 MKE に更新され、これに伴って、ロスト、リカバリーアシスト、セキュアトラバース着艦誘導、高速装置が搭載された。なおヘリコプター用として、単魚雷36発分の弾薬庫が設置されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。